アリクイ。メカミ始めていきたいと思います。先日、あれですね、なんだ、海にあった、ボディーパーツみたいなところを取り残したんで、それを取るのと同時に、さっき、こな、ここかな？ここ、でも壁が確かあれなんだよね。岩で壊さないといけないところだったんで。まず、岩で壊しに行けるようにしておきたい。あ、でも、敵強いんだっけかな？もうわかんない。とりあえずちょっと多めに、ユクミを運んでいって。まあ、戦闘に破れるのもいいのが100匹連れてた方がいいのかな。はい。連れていきたいと思います。で、100匹じゃないか。こいつらがいるからダメなんか。でしょ、爆弾岩じゃないと壊れない壁なんで、昨日橋かけたところから爆弾岩を取っていきたいと思います。OK かな。青ピクミン100匹いないみたいですね。で、黄ピクミンを、あ、そっか、青ピクミンが戻ってないからか。キーピクミンもそんな人数はいないようなんで、あれ、まあ、全体で361匹しかいないっていう、ちょっと少ないですけど、はい、進めていきます。どこだっけかな、戦うはずべき場所はこの岩だっけかな。じゃあこっちか。この岩を壊さないと、あ、違うの、どこだ、この岩か。ちょっとこれ厄介そうなので倒してきます。どうしようかな。壊しといてもらった方がいいのかな。買ってくるんだって。誤算があったらどうですね。ちょっと、あそこか。今日一日で全部取り終えるのは無理かな。とりあえず爆弾岩を持ってきたいと思います。行きましょう。危ないところでしたね。呼ぶところでしたね。
はい、ピッチング出ましたね。やあ、その前もまた見て、オップね。早速倒していきます。あ、結構やられちゃいます。足もいっちゃうんで、頭に攻撃力で行っていきます。これで倒し終わりました。ガーデサタライトを発見した。宇宙は危機に満ちている。宇宙船も自分の両方を守るのも頼もしい自動衛星です。運べるかな、タイミング力。変なことになるんだよ。なんでそんな危ない、わざわざ置いてない。操縦で運べるかな。
やー、時間が微妙だな。あー、今日まで無理かな。これでもうピクミンでスピーディーに飛んでいきます。そのためにも全員花にしていきたいと思います。倒して行けるかな。オメガスタラビライザーですね。いや、今日一日じゃ乗りそうですね。原生生物が復帰しちゃうんで、いやこれ全部運べないな。いやこれ全部運べないですね。明日全部まとめて終わりにしたいなと思います。じゃあ明日になるためにもう夕方に進んでいきたいと思います。なんということだ。バラクダン岩の爆発にピクミンが巻き込まれてしまった。ピクミンの最後の表情が忘れられない。もう二度とこの過ちを繰り返さないために爆弾岩の取り扱いを確認しておく。
ですね。はい。とりあえず直接触れないと爆弾を落としちゃうってことなんですけど、今日自分が爆発したのはタイミングが悪かったっていうのが原因なんですけど、はい。じゃあこのまままた続けていきますんで、はい。あとは、アイテムを取るだけなんで、はい。はい。今日はその、昨日取り残したアイテムを取って終わりにしたいと思いますね。おそらく敵は多分もういないと思うんで、運ぶだけ運んで、今日はもう終了とさせていただいて、2本使い1日で終わらせたっていう形でいきたいと思います。30どけかな OK です。で残りでさっきのどこだ、力はいけるのか、いけるわ。2日連続で出てくるってことはさすがにないね。はい、でもこの3つで多分ここのところはもう全部取り終えたっていう形で、はい、あとは、アイテムを待つだけですね。じゃあピクミンを増やさなくてもいいのかな。ノンダイオキシン、宇宙法では星に優しいクリーンな宇宙船が義務付けられているのだ。回収したドルフィン号のパーツは30分の12となり、ドルフィン号がパワーアップした。これでさらに捜索範囲が広がる。これでまた新しいステージが行けるようになったんで、明日はその新しいステージをやっていきたいなと思います。オメガスタビライザー、ドルフィン号の尾びれ、少しボロいがまだまだ現役。ドルフィン号の修復はまたもや大きく前進する。この分だと30個すべてのパーツを集めなくても再び宇宙飛行できそうな気がする。実
際全部集めなくてクリアしなかったらどうなるか正直よくわかんないんですけど、まあ、とりあえずやっていくからには全部集めていきたいと思うのでよろしくお願いします。あとあれが来たら終わりかな。いやドロフィンゴも綺麗になってきたと思うんで、ね、これで飛べるってのがまだすごいと思うところすごいんですけどね。でも技術があるのに落ちちゃうってあたりがね不思議なところですけど、ガードサテライト宇宙海賊から私を何度も混ぜてくれた。回収したドロフィンゴのパーツは30分の14となったってことですかね。これでピクミンは次ないかな。はい、これで8日目終わりなんですけど、もうやることがないので今日はこのままもう夕方を終えて、はい、明日また実況するんで、はい、ご視聴の方お願いします。遭難8日目、ドロフィン号がまたパワーアップした。これまでよりもさらに高度を上げる。ドロフィン号の窓には森の最深部にある広大な湿地帯が見えてきた。私はその土地を大水源と名付けた。明日の朝から捜索することにした。はい、ご視聴ありがとうございました。じゃあまた明日もよろしくお願いします。バイバイ。アリクイ。